こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は JR 西日本赤穂線播州赤穂駅の周辺を歩きます。よろしくお願いします。さて、まずね、駅の周辺なんですけども、まず駅舎の隣にはね、ご覧のように大きなね、東横インホテルがあります。そして、反対側にもね、これも駅舎とつながってるんですけども、プラット赤穂というね、商業施設があります。後でね、中の様子をお見せします。で、このロータリーかなりね、立派なんですけども、駅舎も含めてね、こんなに綺麗だったかなという感じなんですよね、私の記憶遡ってみると。で、あ、この道まっすぐ行くと、今こちらにある大石蔵之介さんがね、祀られている大石神社も結構歩いて行ける距離にあったりしますよ。で、話の続きなんですけども、私がこの赤穂駅を訪れたのはね、もう20年以上も前、もうちょっと前だったかなっていう感じなんですよね。なんで、確かもうちょっと駅がちっちゃくて、瓦屋根のね、結構なんか小さな駅だったような気がするんですが、まあ久しぶりね、こうやって訪れてみると、横にはホテルがあるしね、立派な商業施設があるし、ご覧のようなね、橋上駅舎になってまして、いやー、大きくなっていてね、非常に驚きました。で、駅舎早速近づいてみますけども、赤穂駅の平均乗車人員は1日に4000人ほどと、まあそんなに多くはないんですけど、それに比べてね、なんか駅が大きいな、立派だなと思いますね。こちらまっすぐ歩いてますけど、どうやらここはね、ホームへつながる道があるようなんですが、当然ね、普段は出入りすることはできません。それではね、駅の上の方に上がってみます。さあ、それではね、こちら階段登ってきまして、この通路をまっすぐ行くとですね、東横インがあります。そしてこちらまっすぐ行くと商業施設なんですけども、中の様子はご覧のようになっています。写真なんですけども、お店とか、なんとね、映画館があるんですよね。こういう小さな映画館ね、昔いろんなところあったんですけど、最近見ませんよね。こちらは1階の100均があるところですね。まあ結構いろんな店があるようなんでね、赤穂に行った際は立ち寄ってみてください。それではね、こちら改札付近なんですけども、緑の窓口もありますし、自動改札もちゃんとね、ありますし、立派な有人駅なんですが、先ほど行ったところ、南出口から出たところなんですけども、北出口もあるのでね、まず北出口ちょっと出てみることにしましょう。こちらね、ちょっと人通りは少なくなってますけども、階段を降りてきますと、ご覧のような感じになっています。まあ、こちらもね、立派なロータリーがありまして、まあ人気はちょっと少ない感じなんですけど、結構自動車でね、この駅送り迎えしてる人なんかが多いような印象ですね。こちらには自転車駐輪場もありました。まあ、すぐね、フェンス沿いにホーム駅舎を眺めることができるんですけどね。いや、裏から見てもね、結構大きな駅舎ですよね。さあ、それではね、駅に入っていくことにしましょう。こちらが改札、そして中に入った様子はこのような感じになっています。まずは1番線の方から行ってみることにしましょうか。はい、こちらが1番線になります。1番線は主に姫路神戸方面へ行く上りのホームとなっているようですね。まあ、だいたい姫路方面から来た列車が、この駅で岡山方面の列車と接続することが多いんですけども、接続しない列車が1番線を主に利用しているようですね。赤穂線1時間にだいたい2本ぐらいの本数なんですけども、ここから岡山方面は1時間に1本となってしまいます。次に2番線です。
こちらが2番線の様子になります。こちらからね1番線をずっと見てみると結構ホームが長いのがわかるでしょうか。1番線と2番線は12両編成対応のね結構長いホームになっていますが、反対にこの3番線今ね列車止まってますけど、こちらのホームはね、ホームがちょっと短くなっていまして、8両編成対応のホームになっているようです。まあ延長されて結構長いホームなんですけど、フェンスがありましてね、先へ行くことはできないようになっています。まあ利用されることもあまりないんでしょうね。こちらホームの中心付近には待合室もしっかりと準備されていました。いやこちらもねホーム延長されている部分がありますけど、結構長いホームがありますよね。で最近ね撮影の時にこの赤穂線乗ってみると、結構ね、姫路から岡山方面に行くのにね、時間帯によってはこの赤穂線を使うのもねいいんじゃないかなと思っています。それではね今回の動画は赤穂線の播州赤穂駅周辺を歩きました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。